알루 퀴즈. 추가돼. 타이틀 와 일본인 와 일본어 하나세로제 그나 혹시 맞추겠다라 고메네. 막 파도 밑에네. 아 많이 딥을 해 読んで 나이 카라. 요수 아노 페이퍼 테스트 세이 굿바이. 페이퍼 테스트 라이크 토익 어 니켄 아 고메 에이켄. さあ、いつもね、そう思ってますよ。イメージトレーニング、とても結構重要なんです。人間は想像してから、後で判断で行動しますね。どんだけ、点数、高点数とても、まあ、例えば、今すぐ、1対1、相手は英語しか通じない。私はこの力も、まあ、例えば英語圏で大、ハワイとかもうこれから移住します。もうすぐライフラインとか水道代とか電気代とかこれから生活しますよと。For instance, who is knocking at your door? どん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 。もう向こうも最初は多分、とても早口ですよ。ちょうど、私もスマホも持ってない、辞書も何も言ってない、もうちょっとだけの英語しかわからない。たとえ高点数の、テストとかあっても置いて、大体は、なんか、Who are you? あなた誰ですか？もし相手は電力局が水道局から来て、相手もあなたの、スピーチのレベルに従って、早口が、ちょっと、ほどほどから、向こうも、これから何か手続きとかしますよ、と。まあ、大体、このくらいです。人間は、もし、これじゃなかったら、例えば、otherwise, you can't use, これ、例えば、water, heater とか、もう人間はまずマネーと考えたら、だいたい how much? このくらい出ますね。まあ、やっぱり、話せるか、勉強ももちろん大事ですが、どうしても、ペーパーだったら実用できないですね。いつもそう思っても。For me, I know, perhaps, only 10% English, but I have 90% confidence to speak out. だから、confidence is everything. You can do it. Okay. If you like my video, please leave me likes and subscribe my channel. See you next time.